ザッテルドルフは、ドイツビルテンベルク州シュベービッシュハルンに属す、マチソン。1974年1月1日に、エルリヒスハウゼン、ザッテルドルフ及び、グレー人間の三者が合併し、現在の自治体が形成された。ザッテルドルフは、ネッカーガー支流、ヤクスト川沿いの方園牢や平野に位置する。クライルスハイムから北に約4キロメートルの場所にある。北は、バルトハウゼン、 東は、バイエルン州のシュネルドルフ、アンスバッハ郡、南東は、クレスベルク、南は、クライルスハイム、西は、キルヒベルク・アンデアヤクストと境を接している。ザッテルドルフは、3地区、25の小地区で構成される。アンハウゼン修道院跡のレリーフこの町には、多くの見どころがある。ザッテルドルフは、連邦アウトバーン A6 号線及び、連邦道。 B 線に直接面しているこの町は、バス路線55、64、65系統で、クライルスハイムと結ばれており、シュベービッシュハル軍交通連盟に加盟している。このほかタウバータール鉄道クライルスハイムラウダが町内を走っており、長年閉鎖されていたザッテルドルフ駅が2007年9月から再開される。ザッテルドルフには、 アルトバン A6 号線及び連邦道 B290 号線沿いに大規模な工業地域がある。ここには地域外でも活躍している企業がある。例えば建設業のレオンハルトバイス GMBH&COKG、OK、はこの町を本拠地としている。ありがとうございます。